人性体質の特色現代人特有の病気の大方は人と抗性体質と思っても間違いがないぐらい高位比率を占めています動物性食品や油もの陽性食品を必要以上に食べすぎると食物が変化して過酸化脂質などを作りそれら酸化毒素を体内にため込む結果になりますさらには運動不足や発汗不足 スストレス過剰なども加わって皮膚呼吸の低下が病気の発病を招くタイプです西洋人は歯ごたえのある脂身の少ない肉を好むのに対して日本人の味の思考は同じ肉でも松阪牛のような霜降り肉マグロのトロなど脂身を好むことが余計に発病を促しているのではないかと考えます 体を使ってエネルギーを消費する量に比較して高カロリー食品の摂取量が慢性的に高いためにこの体質になっていると言い換えても良いでしょうまたイカやタイの腹綿を塩辛にして食べたりするのも好きな国民でもありますわざわざ傷みやすい肉を塩や防腐剤をたっぷり効かせて食べなくても良さそうなものなのに不思議と好きなんですね 食料が不足しがちな時代には貴重なタンパク源栄養だったことはよくほどけるのですがそのような食習慣が根付いている中体内は常に熱性化と皮膚呼吸の低下によって体内酸素が不足する状態にさらされていますまずはそのような状態が引き起こすさまざまな体の症状や体質別分類を 人度抗生体質の傾向から見ることにしましょう。皮膚の色が浅黒い。赤黒い。汚れた感じがある。または油切った感じがある。血管の色が濃い青色に見える。末梢血管の流れが悪くなると白くなる。全身に黒点が多い。体型はまちまちだが、病気になるまでは、体力に自信がある。痩せ方や、 がっちりタイプに多い。ここ数年、寝込むような風邪をひいたことがない。ウイルスに感染しないほど内部熱が高いまたは、風邪をひいても咳だけ出る。首や肩が凝る。筋肉が硬くて痛い。体が硬くて曲がらない。慢性の腰痛持ちである。ぎっくり腰になりやすい。背中に凝り痛みが出やすい。右半身の方が強い。 普段、あまり汗をかかない。または、汗の質が悪い。皮膚が乾いている。またはザラザラしてかゆい。手のひらが厚くて硬い。手の指、足の指が硬い。手のひらの線が茶色、または茶褐色。指のくるぶしの色が濃い。まぶたを裏返すと、充血して赤い。唇の色が汚れている。皮膚に光沢がある。 足のすねなどがつるっと光っている。ちょっとした傷でも可能しやすい。大便の色が褐色、黒い。匂いが強い。ガスが異常に多く出る。匂いが強い。便秘症である。夜間小便に行かない。1日を通して小便に行く回数が少ない。5回以下。または回数は多いが、1回の尿量が少ない。 玄米食に抵抗を感じる。または、油の多い食事をすると胃が痛む。入浴は、長湯をしても疲れない。または、暑い風呂、サウナは嫌い。カラスの行水タイプ。睡眠時間は短い方である。肉や魚、卵が好きでよく食べた。または、天ぷらなどの油物が好きだった。酒は、 アルルコール度のの強いいものを好んでいた。血行が悪くなり冷えを感じる場合がある以上の項目の中でいくつか当てはまるところがあれば人どころ性体質になっていることが考えられますそもそも人どころ性体質を形作っているものは次の2点に集約されます A 皮膚呼吸低下による体内酸素の需要と供給のバランス 絶対量が不足していること、有効体内酸素の不足 B 過酸化脂質などの酸化毒素が体内に鬱積して体内熱を高めていること熱性体内毒素の排泄不足ともに体の新陳代謝を妨げ血行不良が体を硬くして熱い硬い重い強いなどの非の滞りからくる症状を作り出します 影と火の性質については第4章宇宙の原理影と火を参考にしてください AB それぞれ別の内容のように思われがちですが実は共に連動して働く性質を持っています人間の体は一つなのですから体の中で起こっていることがバラバラということは本来ありえませんねというわけで A と B を同時に改善する方法として最も有効な方法がビワ温熱法です体内毒素を作らない食事療法については人度構成体質の食事療法を参考にしてくださいビワ温熱法とはビワの葉から抽出されたエキスを使い全身に塗って外部から適温を加え発汗を促しながら 皮膚の汗腺や皮脂腺から体内毒素を排出する方法ですまたビワの葉の成分が体内に吸収される分温熱法が終わった後も体の中でいらない体内毒素を分解してくれているのではないかと思いますビワ温熱法がぴったりその人の体質に合っている場合はすっきりする体が楽になる重荷を下ろした感じといいます 毒素が抜ける感じは、体験者でないいいとと表現しにくいと思います。体内毒素が抜け出すと今度は皮膚呼吸が活発になりますから不足している酸素が入るようになります酸素の冷たい性質は超熱や体内熱の中和に効果的ですさらには琵琶の葉の冷たい性質と相まって体内の熱発生を効率的に抑えることができます 表現の仕方を変えて言うならば、微和温熱法とは、外部から加える熱を媒体に、体内熱を冷ます方法なのです。この健康法の基幹には、病気の性質とは逆の性質のものをもって、病気の性質を中和するという考え方があります。人体の本質的要求として、不必要なものは抵抗感が強い反面、必要としているものを用いれば、 自然なな形でで無理なく吸収されてしまうのです健康法を行う上では安全と効率を重視しなければいけませんこの健康法の最大の特徴は自然の法則である影と火の引き合う力を応用して病気の性質を無力化してしまおうとするところにありますすなわち病気が作用する力吸引力そのものを利用して 病気の力を弱体化すす。るという考え方ですですから体質の判定健康食品による体質判定を参考体質の適性を見ながらそれぞれの健康法を実行してほしいと思います。